どうもバイクのローゼの深夜です。はい、今日はですねこのつっても見えないかタックトークエッジインカムですね。カルドのね新しいインカム、まあ、新しいっつそんなめっちゃ新しいわけじゃないですけど、インプレをですねしていこうかなと思います。去年の冬にご提供いただいたんですけども、仕事の都合でなかなか使う時間がなくてちょっとね遅れちゃったんですけども、まあただね提供受けたからといって俺は用意したつもりないので、これをね前の方のパックトークボールドずーっと使ったんですよ。多分5年ぐらい使ってて、まあ、そろそろ買い替えなきゃなとまあ思ってたんですけども、まあそんな流れのねご提供だったんであれだけ使わせてもらってるんですけども、一言で言います、好き、いや最高です一言じゃねえじゃねえかよって感じなんですけど、いろんな面がね進化してる、本当に良くなった、マジで。あのねパックトークボールドも確かに良かったんですよ、本当に良かったんだけれども、ちょっと不具合とかがあって、俺が買った答えがそうだったのかもしれないですけど、まあ、iPhone とのね接続がね、まあ、いまいちうまくいかない時があったりとか、うーんっていうとこはあったんですよ。まあだけれども音はいいし使い勝手もね悪くなかったので結構気に入って使ってたんですよ。別に他のメーカーがダメとかそういうわけではなくて、なんか乗り換える気にならなかったんですよね。でその中でねパックトークエッジですよ、本当にねこれはいい。まずねタイプ C、 USB タイプ C になったのマジででかい、これ最高。まあ最近のねデバイスはタイプ C ばっかりなので普通っちゃ普通かもしれないですけど、俺のバイク周りのね最後のねマイクロ USB だったんですよ、パックトークボールドが。それがやっと USB-C になったので、もうケーブルを1本さよならできることになりました。もう本当にありがとうございます、最高です。2つ目、マグネットでねつくんですよ、カシャって。これねいいっすよ、面白い。まあ、ヘルメットからインカムを外すときってケーブルでつないだり、まあ、端子でつないだりっていろんな方法があるんですけども、ケーブルでつなぐタイプのやつはこれが俺の中では一番論外で、それ自体が悪いとかじゃないんですけど、やっぱ耐久性がね落ちるんですよ。ケーブルってどうしてもね劣化しやすいし柔らかいし、あとね触り方によってはね本当にすぐ断線する。俺ギタリストなんでケーブルの抜き差しとかそういうところを持つとこから厳しいから、ちゃんとやるんですけども、他の人がねケーブルの扱いを見たらみんな雑すぎて、そこ持って抜くんすかみたいな、結構そういうのが多くて、それじゃ断線するよねすぐみたいな。ちゃんとコネクターっていうか硬い部分を持って抜かないとそれはダメになるよって、まあこれ別にバックドックエッジに関係ないんですけど、でもねまずケーブルをねそういう風にまあ扱い方を知らないっていう人もいるし、そういう風に想定して作んなきゃいけないのがまあメーカーの仕事かなとは思うんですけども、まあまずケーブルはね正直論外なんですよ。まあ、今回このパックトークエッジがねこのマグネット式を採用してからですね本当に楽、もうカシャってつけるだけ、本当にカシャってつけるというかカシャっと近づけるみたいな、そんな感じです。そうなんですよ、だから本当に近づけるだけなんですよ。なんかね一切のこうストレスがない、これはよくやってくれたなと。マグネットでついてんだからそれ以上のなんか圧がかかったら取れるじゃんみたいな、そんなことをねまあちょっと思っちゃうかもしれないですけど、大丈夫です、取れません。取るときはレバーみたいなのを押して手前に引かないと取れないんですよ。風圧で外れるってことはないんじゃねと。だから外れるとしたらもう物理的にここにガンって当たらないと多分無理。まあそうなったら外れるとかどうこうじゃなくて、そもそもなんか全部やばいんじゃないかなっていう感じなんで、まあ、それはもうしょうがないでしょっていう感じです。はい、でいいとこ3つ目音声認識がね進化してますね、前より良くなってる。ていうかね前もまあ別に悪くはなかったけどもうちょっと頑張れっていう。でもまあ普通にやっぱ音声認識って、こうねフリーハンドというかいちいちこうインカムをね手で触らなくても、例えばヘイカルドミュージック、ヘイカルドミュージックオフ、そうこんな感じでねもうハンドルに手を添えたままで全部インカムに指示が出せる、すごい楽。ただねこのミュージックっていう声が返ってくるんですけど、その音がなぜかクソ悪いっていう、なんでやねん。まあいいや、まあその辺音声認識はね結構便利だなって。ただねただですよ、ヘイシリが使えない、前から使えなかった、なんでだ、いろんな説があってヘイシリみたいな感じでちょっと上げるとね認識するとか、よくわからない基準が、そのヘイシェリーがなんで反応しないのかっていうのをずっとね俺代理店に言い続けてたんですよ、なんでヘイシェリーが使えないんだと。でもたまになんかで言った時とか、あとじゃあ元ブログ撮ってる時になんかで話した時に勝手にシェリーが反応するよ、
なんでっていう、そこヘイシリじゃなくないみたいな感じで、とか今ヘイシリヘイシリって何回見てるの、反応しないじゃないですかこいつは。まあ、その辺がね、もうちょっとなんとかなってくれたらいいなと思いつつ、じゃあヘイシリをそんなに使うかと言ったら、そんな使わないから、まあいいかなっていう感じです。はいはい。で次、音がね良くなってますね。この辺はね、なんで音が良くなってるのか知らないですけど、まあ多分 Bluetooth のなんだっけな、バージョンがあるじゃないですか、多分あれが上がったからだとは思うんですけども、音いいですね。いや、まあ前も良かったんですけど、なんか今回のはさらに良くなってる気がしていますね。個人的には、あ、いい音だなと思って。まあもちろんそれはね、自宅でスピーカー、ちゃんとしたスピーカーに鳴らしてとか、まあ、そういうのには、ね、勝てるわけがないし、ただやっぱちゃんとその俺がいい音って言ってるのは、バイク用にチューニングされているっていう部分ですね。バイクってスピードを上げていくと、スピーカーがなぜか知らないですけど、どんどんローが吸われていくんですよ、ベースの部分ですね。すごいシャカシャカした音になっちゃうんですよ。それはね、あの仕方がない。車もそうかもしれないですけど、バイクっていう乗り物のね、もう特性上それはしょうがないことで、じゃあそれを想定した音作りをしなきゃいけないっていう部分なんですけど、多分その辺をきちんとねやってるんじゃないかなと思います。だからね、すごく音はいいですね。ちゃんとツーリングの時にも音楽かけていい音で聞きたいなっていう人はね、結構おすすめできますよ。スピーカーも JBL 入ってますしね。はい。でいいとこ最後ですね、このメッシュですね。メッシュ機能、ごめんなさい、このパックトークエッジでは使ってないんですけども、まあでもそのメッシュってね、何かっていうのをね、まあ、知らない人のために説明をしようと思うんですけども、メッシュじゃないインカムって4台やったら1,2,3,4 みたいな感じで、10ずつなぎなんですよ。そう。例えば、その2が離れてしまうと、1と3は繋がらないんですよ。なぜなら2が遠くに行っちゃったから。でも、メッシュの何がいいかっていうと、その通りね、通信が網目状になってるので、誰か1人が外れても、その誰かと誰かが繋がってるから、そこで接続が切れない。っていう感じなんですね。メッシュ機能はとてもとてもおすすめです。まあごめんなさい、別メーカーのやつでね、テストしたことあるんですけども、ああ、これは便利だなと本当に思いました。インカムって、そのメッシュじゃないやつもあるんですけども、これからはもうメッシュで揃えた方が俺は正直いいと思っています。なので、はい、このメッシュ機能本当にね、俺はものすごくおすすめです。はい。あ、すいません、ほんのちょっと未来の、はい、バイクのノーゼの深夜さんです。結構言い忘れたことがあってもうね、山から降りてきたんですけども、はい、絶賛渋滞にはまっております。まあそんなことはどうでもいいとして、ノイズキャンセリングの質がむちゃくちゃ良くなった。これね、すごい。こうバイクに乗りながらボールドの時に通話するのと、エッジの時に通話した時の相手の反応は全然違うんですよ。エッジに変えた後電話とかするじゃないですか。え、今どこですかって言われて、え、今バイク乗ってますよって、前のとかだと電話してて多分ゴーとか、だから道を走ってたらやっぱね、ノイズとかいろいろあるじゃないですか、風とかね。そういうノイズが全くなくて、え、全然ノイズ聞こえないっすみたいな、そんな反応がね、むちゃくちゃ多い。バイク乗りに電話してもそういう反応をされるので、本当にノイズないんだっていうことを感じました。だからね、このノイズキャンセリングの質がむちゃくちゃ向上してるってことはね、伝えとかなきゃと思って、はい、ちょっと場所が前後しちゃったんですけど、めちゃくちゃいいです。マジノイズキャンセリング本当に良くなった。それ言いたかったんで、はい、お戻しします。はい。まあね、こうやっていいとこ話してますけれども、まあいいとこばっかりじゃもちろんないですよと。インプレーっていいとこしか言わなかったらね、まあ嘘っぽいじゃないですか。はいでもね、ぶっちゃけね、そんなに悪いとこねない。まあ、さっきちょっとヘイシリの件は言いましたけど、まあ、大きく言って2つぐらいかなと思います。1つ目がですね、風切り音がね、結構大きいかもしれない。左側につけるじゃないですか、インカムって。左の風切り音がね、ある程度の速度出すとね、結構うるさいんですよね。形状のせいなのかってのはちょっとわかんないんですけど、でもパックトークボールドの時よりね、割と風切り音は大きい気がする。結構左の方からゴーって聞こえてくるし、それがまあ気になるっちゃ気になるけど、別に気にならんちゃ気にならんみたいな、なんかそんな感じです。はい。まあそんなこと言ったらね、ここに GoPro つけてどうこうとかやってる時点で論外なんですけど。そもそもね、ヘルメットってもこの何もつけていない状態で、空力を考えてるんで、まあそれ余計なもんつけたらね、風切り音するよねっていう話ではあるんで、まあまあ異物に当たるものなので、まあしょうがないかなと思います。はい。二つ目、ね、
充電ケーブル刺すとこがね微妙、ゴム製のねラバー、ゴム製のラバー、ゴム製の蓋みたいなのがしてあるわけですよ。まあ、やっぱ防水機能を持たせるために、まあ、水が入んないようにこう、ね、ラバーとかそので蓋をねするわけじゃないですか。それは全然いいんですけど、その蓋がね閉まりにくいんですよこう充電するときにねパカッと開けるじゃないですか。でケーブル挿して充電します、充電終わりました、でその蓋を閉じます、なんかね微妙に浮いてるんですよ。まあ、閉まりにくいだけで完全に閉まらないわけじゃないっていうか、まあ、一応ちゃんとやれば閉まるんですけど、なんかもうちょっとこうカチッと感が欲しいなっていうのはありますね。でパックトークボールドの時もねそうだったんですよ。なんかふわってしてるんですよ、なんかもうちょっとそこ頑張ろうよみたいな。いや大丈夫だったらいいんだけど、そのなんか安心感をくださいって感じですね。だから使ってて不満点ってそれぐらい、うん、バッテリーの持ちもめちゃくちゃいいし、今日1日走ってきましたけどまだバッテリー 75% って言ってたんで、思い出した、あのね、電源オンにした時のね音がかっこいいちょっとテンションが上がるとこっていうか、あーいい感じの音が鳴ってるなっていうのはありますね。バックトークエッジ、あのね個人的には本当に気に入って使ってます。で色もねちょっとグレーというかダークグレーみたいな感じで結構濃い色になってるんですけども、それがまたねいいなと思ってます。そのヘルメットのなんていうのかな、デザインを邪魔しないというか、まあ色でね合わせて楽しむっていう人もいるかもしれないですけど、俺はねこのちょっとシックな感じというか、やっぱヘルメットがねこのグラフィックで派手なものをね使ってる分、なんか変な色だとちょっと合わせづらかったりするわけですよ。濃いめのグレーみたいな感じで、あーかっこいいな、洗練されてるなっていう感じがしてね、俺はすごい好きですね。そうで前回のパックトークボールドはインカムのねその土台から外すときに裏側つか後ろ側のコネクタというか爪をグッと押したらパコッと取れるんですよ。そこもね端子でねくっついてる感じで、やっぱパックトークエッジはねマジでいい感じで、見た目のね、まあ、見た目というか形状なんかも、まあ、パックトークボールドちょっとね今見たらちょっともっさりしてるんですよね。当時は別になんとも思わんかったんですけど、ほら新しい車が出たらなんか急にあの前のモデルがなんか古臭く見えちゃう、なんかそういうやつですね。すごい洗練されて流線形のフォルムになってるんで、すごくあー進化したなーっていう感じがわかりますね。ボタン類なんかもね、まあ、前からねこれは押しやすかったんですけども、今回ねボタン押すとこの感覚がものすごく分かりやすい、なんかエッジがついてるというか、もうね別にかけてるわけじゃないんですけど本当そうなんですよ。だからグローブをしてる手でも本当にボタン押しやすいし操作しやすい。でボリュームなんかもダイヤルになってるんですけども、ここもまた回しやすいんですよ。やっぱねこう夏グローブとかね革のグローブに比べたら、やっぱ冬グローブってね多少分厚かったりとか操作性がね悪かったりするわけじゃないですか。でもそういうグローブでも何の問題もなく操作ができる、なんかあれこれどうだっけみたいな、そんな押し忘れとか押し間違いか、そんなのがナイス、むちゃくちゃいい、むちゃくちゃ押しやすい。やっぱちゃんともうバイクはグローブをつけてそうね運転をするものじゃないですか基本的には。まあつけない強者もいるかもしれないですけど、だその辺の部分もねやっぱきちっと考えられてるなと俺は思いますね。ボールドも押しやすかったけど、エッジはさらに押しやすくなってると。いいですね。そういうユーザビリティの向上はね、もう個人的にはたまんないポイントですね。はい、そんな感じですかね。カルドのパックトークエッジ、個人的にはマジでおすすめのインカムです。本当にね、メーカーさんからいただいたからといって、容赦しないレビューだったと思うんですけども、それでもね、やっぱね、いろんなところが進化してて、うん、すごく使いやすくなりました。だからパックトークエッジをねつけた人と走りに行きたいなと思いつつ、誰とも予定が合わないっていうね関係ないけどマジで2週間後とかってもうほんときついんですよ。2週間後のこの日どうって言ってもいやわからんって、できれば明日どうって聞いてほしい。まあでも俺みたいにね一人で走るライダーでもね本当に使いやすくておすすめかなと思います。ぜひですねこれがあなたのインカム選びの参考になればすごく嬉しいなと思います。もしですねこの動画がいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクの乗り物の深夜でした。それでは。